はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はカインズとスリコで買った便利なもの、かわいいものを紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、それでは早速紹介していきたいと思います。本当はスリコとカインズでね、別々の動画を撮ろうかなと思ったんですけれども、厳選しすぎてちょっと品数少なかったので、まとめて紹介したいと思います。はい、では3コインズのものから紹介します。こちらネーム付きキッチンクロス6枚入り、サイズが約 30×30 です。これは結構前からあって気になっていたものなんですけれども、我が家は布巾、キッチンクロス使わないのでいらないかなと思ったんですけれども、子供たちのハンドタオルに使いたいなと思って購入しました。カラー表記はないんですけれども、こんな感じでどれもくすみカラーで可愛いカラーになっています。引っ掛けれるロゴもついています。触った感じふわふわとかではなくて、結構バサバサというか硬い感じになっていますが、まあね、たくさん入ってるのでいいかなと思って購入しました。次はこちら、ベルト付きクリアペンケースというものです。カラーが私見た時2色あったんですけれども、このくすみグリーンのものを購入しました。可愛くないですか？なんか韓国インテリアっぽいこういったね、ケースとかカレンダーとか、あとスケジュール帳とかたくさん出ていて、めちゃくちゃ迷いました。でもなんか使い道ないのに買うのももったいないなと思って、こちらは娘がペンケースに使いたいと言ったので購入しました。次がこちら、こちらはウッド卓上カレンダー2022年のものになります。こちらもカラー確か2色あって、グリーンのものを選びました。ちょっと出してみますね。こんな感じでグリーンとかくすみブルーみたいなカラーが揃っています。めっちゃ可愛いですよね。で、このウッドを置いて全部入れると斜めになる。なんでだろう、向きがある。1個の方がいいかな。使わないやつはしまっておいた方が良さそうですね。こんな感じ、可愛らしいです。で、次がこちら、こちらはちょっと商品名が書いてないんですけれども、ヘアゴム、娘が買いました。なんかレザー調っぽいね、シュシュです。で、これも娘の購入品ですね。リングパーツベルトというもので、ブラック。スリコね、300円なのにね、ベルトいろんな種類がありました。一番ね、使いやすそうなベルトを買いました。これも娘のやつです。次はこちら、スクエアポーチというもので、これは 100×140cm のものです。持ち手っていうかチャックのところにこう紐がついてるから開けやすいですね。中にね、1個だけ仕切りがついていました。こっちに SD カードとか入れて、でこっちにコードとかね、入れても良さそうです。バッグの中ごちゃごちゃしがちなので活用したいと思います。最近娘もカメラ使うので、娘用のカメラのバッテリーコードとか SD カードを入れておこうと思います。コスメとかそういったものの収納にも使えそうです。3コインズラストがブラシスポンジというものになっています。こちらは300円じゃなくて150円、税込み165円です。こんな感じでスポンジラックに挟んで、置いておくことができます。特徴としてはここはスポンジ層になっていて、こっちがソフト不織面になっていて、こっちがブラシ面になっていて、ちょっと分かりにくいんですけれども毛が立っていてブラシみたいになっているので、これのおかげでザルとかね、目に詰まったものの汚れ落としがねできるようです。すりおろし器とかザルとか洗う時にちょっと詰まっちゃって取りにくいなって時があるので、そういう時に便利かなと思って買ってみました。シンプルなホワイトです。こういった目が粗いザルを洗うのにちょうど良さそうです。ただ最近はね、こっちのあんまり詰まらないザルを使っているので、別の用途に使いたいと思います。我が家はシンクの掃除用のスポンジがなくて、いつも食器を洗うついでにささっと同じスポンジで洗っちゃうので、どうしてもね、汚れが気になる時は小さなメラミンスポンジとか使っていたので、このスリコのスポンジは
掃除用に使おうかなと思います。こういったゴミ受けとかすごい目が粗くてね、普通のスポンジじゃなかなか掃除できないので、これとても使いやすそうです。使った後かけておけるので水切りもできてとてもいい感じです。で、ここからはカインズ購入品です。1点目がこちらのオイルスプレー、カインズさんです。 420ml 入っていて、サビをね落としたくて、夫にサビ落とせるスプレー買ってきてって言って、私確認してなかったらこれ入ってたんですけど、サビ落とし、サビ防止って書いてますね。なんかもっとがっつりサビ落としって書いてるのが良かったんですけど、オイルスプレーって書いてる、どうなんでしょうね。ちょっと取れるかね、試したいと思います。いろんなところに使ってみたんですけど全然取れないですね。これやっぱ自転車とかね、そういったものにかけるオイルスプレーだったのかな。ちょっと取れなくて残念です。サビ落としおすすめがあったらぜひ教えてください。次はこちら、液晶用マイクロファイバーシート 30×20cm 12枚入ってるもので、これいつもリピートするものです。100均にもこういった液晶シートいろいろ売られてるんですけど、なんかねいろいろ使った中でやっぱりカインズのものの方がいいなと思って、いつも行ったら買うものです。こういい感じのねウエット感で、今まで使った液晶シートの中では一番いいなと思っています。カインズ行く機会があったらぜひお試しください。こちらスコッチブライトのストロングというものですね。簡単に言うと水垢が取れるスポンジみたいなものです。ポールとかにねかけれるようになっています。これはブロガーさんがね水垢めちゃくちゃ落ちるって言っておすすめしていたのでね、試しに買ってみたものです。鏡専用ってことなので鏡以外には使えないです。開けるとこんな薄いシートが入っています。でツルツルの面を表になるように本体に取り付けます。マジックテープのようになっていて、そのまま貼り付けることができます。でツルツルの面で磨いていきます。こちらビフォーです。水をかけたらこするだけです。ちょっと傷ついたりするかもしれないので、そこら辺は気をつけてやってみてください。ちょっと分かりにくいんですけれども、ビフォーアフター、これかなり綺麗になると思います。カインズラストが汚れがよく落ちるシューズブラシというものになります。これ多分新商品だと思います。こんな感じに、フックにかけれる穴もついていて、こっちがねちょっとヘラみたいになっているので、ヘラとしてちょっと使えそうですね。細い隙間とかに汚れが詰まった時とかこれでかき出せるんじゃないかなと思います。あとねデザインもすごいシンプル、ここがねふさふさになっていて、泡立ちがいいっていうものですね。でトゲトゲブラシは汚れをかき出してくれるそうです。ちょっとトゲトゲしています。子供ってね靴すぐ汚しますよね。めっちゃ汚いです。ちょっと磨いていきたいと思います。まずはこのトゲトゲした部分でソール、この白い部分を磨いていきます。思った以上にねすごい磨きやすくてびっくりしました。ちょっとこすっただけで汚れているところが白くなってくれます。微妙にカーブしているので靴の中だったりとか磨きやすいですね。手にフィットしてくれます。でヘラみたいになっているところはこう靴のね底に小石が溜まってたりとかするものを取るようですね。これも地味に使いやすいですね。靴洗うのすごい嫌いなんですけれども、新しいお掃除アイテムで割と楽しく綺麗にすることができました。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。